つもセザンヌ使ってるんですけど、ごめんなさい、鏡も。ちょっとちょっと、マリクワが。マリクワが。ここに乗っちゃいます。Here we go! レディーゴー！レディーゴー！千葉エリーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ます今日の企画は、はい、メイクに関する質問回答。はい。やっていこうと思います、はい、これまでね結構美容系フルメイクとか学校メイクやってきたけど、はい、結構好評だったので、はいはい、皆さんコメントいっぱいくれたので、はい、その美容に関する質問をインスタでね受け付けたんですよね。はい、結構来ました。めっちゃ来ました。たくさん皆さんありがとうございます。気になった質問ってあります？涙袋の影がクマっぽくなっちゃってうまく描けなくて悩んでます。難しいですよね。そうですね、涙袋私本当にないんですよ。ぷくってしてなくてすごく悩みなんですけど、こうやってちょっと一回上を向いてそこの影ができるんですよ。わかるかな、向いた時にここになんかシワというか線というかここにできるので、アイブロウパウダーの真ん中の色とこの薄い色を混ぜながら、ここ上向いた時にできるここの線に沿って真ん中だけ混ぜ、真ん中だけこうやって引いて、幅広に塗るとやっぱクマっぽく見えちゃうから本当にもう一直線にこうやって真ん中だけこことか塗っちゃうとやっぱクマっぽく見えちゃうので真ん中だけこうやっていい感じ、真ん中だけ塗って、まあ、いい感じにぼかしながら私はこのユーアーグラムのリキッドアイブロウ100均のやつをその上からこうやって重ねて涙袋を引いてます。私はこうやって引いた後に引いて乾く前にこうやってなんかなじませてます。こうやってこうするとクマっぽく見えちゃう、広がっちゃうのでこうやって横に、私だったら爪が長いので爪でピピピピってやっちゃいます。うん、めっちゃ立体感一気に出ますね。やっぱ場所は上を向いたこの線、影のところ、ね、影のところ、うん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 、に引くといいです。めっちゃ最初に使うパウダーの方の量は、はい、ちょっとって感じですか？あ、もうちょっとです、うんうんうん、まあ、心配だったらここに一回手にチョン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 ってやってからするといい感じです。値段と質どちらを重視してますか？値段ですね。デパコスがいいとかないので、うん、本当にプチプラなもの多いですね。もう全然100均も使うし、もうこれなんてもうめっちゃ何年も愛用してるものなので、ブラシとかもロージーローザ、もうプチプラのこの2本セットで500万円とかのやつ、ドラッグストアにもね、どこにでも売ってますもんね。売ってます。だったりアイドルメイク担当のむつきさん、むつきさんっていうもう大好きなメイクさんがいるんですけど、紹介してるこのコスメ、まつげのタバコが作りやすいよっていうコスメ で買ってめっちゃ良すぎて毎日使ってます。透明マスカラです。透明マスカラ、これとかもなんか800円台で買えて、安い透明マスカラなんですよ。このまつげの束を作ってくれるみたいな。そうです。まず最初にこれをまつげに塗って、うんうん、でそこからマスカラ下地して、はいはい、これも2000円以内で買えますし、うん、これも1000円台1300円400円ぐらい、うんうん、これを塗ってみたいな感じです。アイラインも絶対も600円ぐらいのセザンヌのアイラインを本当に高校生の時にその同じ高校の子から教えてもらってそこからずっと使ってます。エリちゃんは紹介するコスメプチプラが多くて参考になるって言ってくれるのが本当に嬉しくて、うんうんうん、その私の年下のファンの子とかも、うん、そのプチプラだからドラッグストアに行ってもう全部買い揃えてくれたり、嬉しい、それが本当に嬉しくて、発信するからには参考にしてくれたらすごく嬉しいなと思うので、やっぱプチプラ使っちゃいますね。アイラインがうまくできなくて毎日2から4回はやり直します。上手にする方法はありますか？はあ、なるほど。4回なんて少ないですよ。アイラインだけで20分やり直す時とか本当に余裕であるので、全然もう2から4回は少ないです。めちゃめちゃ少ない。一つアドバイスすると、うん、その綿棒でなんかやっぱ取ったりとかするじゃないですか、うん、1回消して引き直しみたいな、うん、その綿棒をメイク落としつけてやるのは、なんかメイクしたのにメイク落としで落とすのすごい嫌なので、綿棒に水
水を濡らした綿棒でちょんちょんちょんってやるとすぐ消える。水で落ちるんですか？全然落ちます。そうなんだ。水で濡らした綿棒おすすめです。ハイライトはどこの使ってますか？セザンヌ、うん、まあ、いつもセザンヌ使ってるんですけど、どういう状況アイラインの試し書きをこれしてしまいました。出た、そこ。本当そう、エリーちゃん試し書きをそこにするのはマジで謎すぎる。ごめんなさい、鏡に、ちょっとちょっと、マリクワが、マリクワが私、ハイライトをここの鼻に塗るのがあんまり好きじゃなくて、マスクをつけるじゃないですか、マスクをつけてなんかハイライトがマスクでずれてこことかにがキラキラになるのがすごい嫌で、ステージに出るよっていう時とかはこういうハイライトをたまに塗ったりはするんですけど、私はこれコンシーラー使います。これディオールなんですけど、なんか妹が使っててめっちゃおすすめされて、でも高いって言ったら妹が買ってくれたんですけど、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーのこれ一番明るいやつです。私今日ハイライトつけ忘れて、はい、あの塗ってないんですけど、私ここに塗っちゃいます、合ってるのか分かんないですよ。私キラキラが本当に好きじゃないので、キラキラさせずに肌のトーンをここだけ上げちゃいます。でも気持ち、私はそのキラキラをあんまりつけたくないので明るいコンシーラーをつけてます。でも本当にたまにセザンヌのハイライト使います、セザンヌパールグローハイライト01番シャンパンベージュです。私もこことか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 あんまり塗りたくないので、顔がキラキラするのが嫌なので今狙ってるコスメありますか？私クッションファンデ、今迷走してまして、何使ったらいいんだろうと思って、経典見て出てきたヘラのクッションファンデ5790円でちょっと置いたいんですけど、コンパクトサイズのクッションファンデもついてくるよみたいなやつに惹かれて買ってしまいました。それはなぜそれにしようと思ったんですか？ブラックピンクのジェニちゃんさんがそのモデルをされていて、結構韓国とかそういう有名なので一回使ってみたいなって思って一回買ってみました。どうでした？質問回答。初めて出したこととかもあるので、話して嬉しかったです。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。